やっほ、すわ、しわすだよ。えっと、今ね、すわ、しわす、引っ越し編に突入してまして、だいたい、8月1日頃まで、引っ越し編続きます。どうかお付き合いくださいませ。しわすもね、いろいろと、日々、変化、変化の毎日だし、いろいろ試行錯誤してるし、 どんな <laughs>、どんな歌作ろうかとか、もうちょっとね、その動画の構成とか、なんか、編集というか、あの、その動画スタイル、動画映像、なんか映像のね、もっと違う、違う見せ方、違う、違う作風、違う作風できないもんかなっていろいろね、やってます。で、今、ちょっと荷造りっていうかさ、してるんだけど、こんな感じ。 あ,あ、散らかり始めたよ、ほら、散 <laughs> らかり出した、<laughs> やばばばい、ばいばい。これとかね、押し入れ、押し入れ、ほら。お尻入れもこんな感じあ、これからの、クリスマッシュ、グッズ。ュ。クリスマッシュ、グッジュとか。ね、ありますね。こんな感じ。頑張るのだのだ、のだ、の,のだー。のだ内閣。 ああ。何を話そう。それだけ。引っ越し編。引っ越し編突入してますってこと言いたかっただけ。<laughs> 最近あの、TikTok ライブもね、結構やってて。普通に長時間、長時間配信し,したりして。まあその、この、ゴミ捨てとかさ、作業しながら、暇だから、えー、っと、そうそう、捨てながら、 いらないもん捨てながらね、3時間とか、この、昨日や、昨日配信したし。まあ、とにかく可燃ゴミと不燃ゴミがいっぱい出るんで。で、あとそうだ、さっき、今日はね、今日はあの、古いパソコン。古いパソコンと、あの、なんか,か、買、っちゃったけど別に使わねえ、これ買わなくてよかったなっていうグラフィックボード2つを、あの、売り出しました。そしたら、3000円になりました。その <laughs>、 なんかパソコン、デスクトップパソコンがね、す全然安くて数百円くらいで、で、そのグラフィックボードの方がや、高かったっていうね、その売った時に高くついて、で、合計3000円くらいだ。で、あとはブックオフ行って、あの、いらない本を全部売っ払ってきた。それは200 280円くらいだったな、売ったら。まあ、多少ね、食費になりますでしょう、ね。食費に当てますわな うんそんな感じで、なるべくもうほんとミニマル、ミニマルミニマル、ミニマリストな感じで、必要最低限の荷物で、引っ越したいなと思ってます、ブ思ってます、ね、頑張るじょーい。パチョコーン、パチョコーン、パチョコン。あとはあの、あれだ。えっと、モバイル、モバイル Wi-Fi とホームルーター解約して、解約して、次はあの、俺、アハも契約しようと思ってて。 あはーもー。今まではそのね、モバイル Wi-Fi の、を持ち歩かないと外でネットできなかったんだけど、まあいい加減そろそろ俺も、ね、デビューしようかと、なんていうか、その、あの、SIM 契約、SIM 契約、ちゃんとね、5G、5G スマホをデビューしようかと思って。今これ、iPhone SE3 で撮ってんだけど、これに SIM カードぶっ刺して、で、これで、これでデータ通信、ね、しようと思ってますね。 な感じ。ネットネット。そう。で、なんか、解約したらさ、その、もう、さ、そこで使えなくなってさ。あの、月末まで使えるんじゃないんだ、と思って。<laughs> どうしよう。今、今、もうあの、家、家と、あとその、外はフリー Wi-Fi でしか使えない。ネットができなくなっちゃった。<laughs> あの、電話はね、電話はあの、俺、ガラケー持ってるから、電話はできるんだけど、どこでも。 外で、あの、ネットができねえ。あのー、野外。野外でネットができなくなっちゃった。フリー Wi-Fi スポットがないと、できない。まあ、仕方ない。節約のためだ。もう本当引っ越しで、めちゃくちゃお金飛んでるから。ね。なんとかかんとかん生き残ってみせるぜせ。あとね、物もらい、物もらいができちゃって。もうあの、結構治りかけ、治りかけなんだけど。物もらいとなんかこう、もうちょっと、傷が、傷ができてる。汚い肌が汚い こっち。物もらい。あ、もう痛くないな、全然。うん。もう治りかけ。うん、そんな感じ。はい。じゃあ、頑張ります。スワシワス、引っ越し編、お楽しみに。